まあ、休憩を閉じます。目を閉じて、これは普通は。フィジカルクラブ、歴史タイムの時間です。今回、この大動脈弁狭窄症を改めて勉強するにあたって、僕は本当にいい出会いができたと思っております。その先生が今回出てきた、このカラバルダンっていう先生です。すごい先生でした。この勉強できただけでも、本当にこの配信活動をやってて非常に良かったなと思っています。では、心を込めてガラバルダン先生について熱く語ろうと思います。はい。ね、ガラバルディンじゃないのって皆さん思うでしょ。はい。今日はガラバルディンじゃなくてガラバルダンって分かっただけでも僕はすごく嬉しいんです。はい、この方は出ました。LOUIS、ね。昔僕はこのアルファベットをね、ルイス、ルイスって言ってたんですよね。最初の動画思い出すな。もう違います。このアルファベットが並んだ時点でもうこの方フランス人です、ね。はい。ルイ、ガラバル、ディンだとフランス語じゃないですね。ルイ、ガラバルダン。ですね、ルイ・ガラバルデン、はい、ぜひ皆さんガラバルディン現象って言ってた皆さん今日からガラバルダン現象と言いましょう。でぶっちゃけガラバルダン現象をほとんど取ってなかった僕も含めた皆さん取りたくなります。なぜかいきます。ガラバルダン先生はですね1875年から1957年、やっぱりこの時代ですよね。はい、聴診器ができてすぐぐらい、血圧計なんかまだできてないぐらいの時代ですね。はい。そんな時に生まれるわけですよね。フランスのリヨンっていうね、これも僕も全然ヨーロッパ知らないのでリヨン行きたくなりましたけど、フランスといえばパリですけどね。パリじゃなくてリヨンはね、もうちょっと下の田舎の部分にあるんですね。リヨンっていう町で生まれ、リヨン医学校というところを卒業しました。まあ、両親というか、まあお父さんは、まあお医者さんだったってところがあったと言われています。いいですね。いきますよ。もうめっちゃ好きになったんですよ。若い頃ですね、ジェネラリストだったんですね。ていうかまだ専門家がなかったっていうのかもしれませんね。若い頃ね、まあ、10年ぐらいはですね、ジェネラリストでやっていきました。ね、今の手本みたいな人ですよね。まあ、ジェネラルから専門に入っていくといい先生になりそうですよね。はい。それか、そのね、これなんでこれを書いたかというとね、これがね、やっぱりね、診断学とか、ベッドサイドでの、まあ、研究っていうかね、ベッドサイドでの所見をたくさん取るっていうところに、彼は一生かけて思いが強くなるわけです。だからいろんな所見が実はベッドサイドから生まれていくっていうことになります。はい、循環器の専門へ進んだガラバルダンは、冠動脈疾患の研究を、まあ、中心にやっていきます。まあ、たくさんあるんですよね。今回もうこれメインに行く、もうちょっとだけ紹介しますね。はい、初めてね。これ実は冠動脈疾患のいろんな病態があるよって言った先生ですね。はい。関連縮性狭心症っていう関連縮の病態を発表した。すなわち、当時はエコーもないので、いいですか。狭心症というか、まあ、心筋梗塞で亡くなる患者さんの中に、ね、冠動脈が綺麗な患者さんがいたっていうところを見つけていったわけですね。当然解剖の時代ですね。で、いい言葉だなとこれ勉強して思ったんですけどね。無痛性の共通ですね。共通がない心筋梗塞がありますよね。共通がない心筋梗塞の共通をブロックプニアという表現で表したと言われています。という表現したと言われています。はい、どういうことかというとですね、プニアがブロックなので息が詰まるよってことね。息が詰まって、ね、打って詰まって動けなくなるよっていう意味合いで表現した。いてーじゃなくて、うっていうような表現をブロックプニアと言ったと言われています。これね、なんか今でも使いたいなと思うんですけどね、なんかなかなか残ってないみたいですね。はい。で、はい。ここから先めっちゃ伝えたい。これを伝えたかった。ね、こうやってね、この後ね、こうやってこのガラバルダン現象とかもやるんですが、ね、発表するんですが、この人はね、芸術、文学にすごく長けてたと言われています。エルグレコっていう画家、ね、の解説をしています。受胎告知っていうのが有名らしいです。はい。でね、今回エルグレコまで勉強したかったな。時間切れでした。ぜひエルグレコに造詣が深い視聴者の皆さん、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。これから僕ちょっとね、
ヨーロッパの芸術にも勉強にしようかなと思いたくなるようなエル・グレコにもかなり詳しい先生だったと言われています。こうやって文学も素晴らしくて、ね、循環器っていう医者の才能にも恵まれたナラバルダンはですね、すごいスーパースターだったにもかかわらず、赤で書きました、めっちゃ謙虚だったらしいです。これもね、太字で書かれてました。めっちゃ謙虚だったので、めっちゃね、すごい先生なのに謙虚な先生って今でもたくさんいらっしゃるじゃないですか、ね、そういう先生憧れましたね。あー、すごいかっこいいなみたいな先生だったんですよね。なのでたくさんの、ね、医療者から尊敬をされましたね。本当にスーパースターだったんですね。で、ただこれがね、これが故にっていうことが残されてました。はい、何かですね、この先生は初めて、ね、これ前回の動画実は出した内容ですけどね、 MVP って収縮中期クリックが起きますよ、僧帽弁逸脱症では収縮中期クリック、特に体で心臓の大きさによって、クリック音がの場所が変わりますよっていう音がありましたよ ね、はい、その存在を発表したんですが、その原因って何でした？ね、その原因って、プリってなるときに、ここの、ね、プリってなるときのこの腱索がベーってなるっていう原因だったじゃないですか。ね、ではなくて、心膜に、この、逸脱したタイミングで心臓が心膜に当たって音がするんだよって説明してたんですが、これは大きな間違いだったんですね。だけど、この先生があまりにも眩しすぎて、誰も否定できず、これを否定できたのが30年後と言われてるんですね。30年間もあまりの眩しさにこの先生が言ってることをね、信じちゃわざるを得なかったっていう歴史です。どうですか？皆さん、これちょっとこの話だけ聞いてもね、すごく勉強になりましたね。いい人なんだけど、その事実、提唱した仮説が本当に正しいのかどうかは、時代が変わるにつれて、やっぱりもう一度考え直した方がいいんじゃないのっていうところにあります。で、これもね、こういうことをして僕の中でも悶々としたわけですよね。フィジカルだってね、こういう時代、1900年に生まれた日、たくさんのフィジカルがあるんだけれども、僕らもう一度これが本当に使えるのかというか、現実的なのかっていうのか、患者さんの目線に立ってるのか、患者さんを幸せにするのかっていうところまで考えていけるんじゃないかっていうところがね、僕素敵だなと思ったんですね。で、もう一つですけど、これガラバルダン先生にやっぱり芸術家なんですよね。で、皆さん考えてくださいよね。ね、この雑音が、ここの雑音とここの雑音が優しくなるよねっていうのはね、たくさん音を聞くような人でしか無理じゃない？ね。はい。皆さん、どうですか？ AS の患者さんを見に行った時に、心線部に聴診器を当てたくなりませんか？ね。ここでガラバルダンの響きをですね、ここの音の差を聞いて、私は芸術家になった気持ちで、雑音の差を耳で違いを使い分けてみようという気持ちになりますよね。リスペクトガラバルダンですね。これでちょっと僕の中ではね、エースの見方がですね、見方っていうかね、こうなんか色合いがですね、バラーっと変わっていったんですね。ぜひ皆さん、ガラバルダン先生をリスペクトしたフィジカルを一緒にやっていただけるといいかなと思います。歴史は面白いでした。